こんにちは日本語の森の先生のニーナです。沖縄出身です。大学生です。今日から一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。早速、今日は N1 の文字声の勉強をしていきます。まず、漢字読みから勉強していきます。1何、何々のメニューを考える。5秒で考えてください。 正解は4番の「披露宴」です披露宴というのはパーティーなどの結婚式などのことを「披露宴」って言って披露するみんなに見せるパーティーのことを「披露宴」と言います披露宴の「日」はてっぺんと川でできていることから何かをむいて果物などの状態をあらわにすることを「 という感じで表します。また、このロウも同じくあらわにすること、みんなに見せることをロウなので、ヒロウは何かを見せる、披露することを言います。そして、ヒロウ、は宴とも呼んで、宴は部屋の中に女の人たちがいっぱいいて、楽しい日にすることといえば、パーティーのことです。 これを宴と言います次の問題姉の結婚式に感動して何々だ正解は三番の感無量です感無量の読み方を覚えてください三いつも遅刻をする友達に何々が 尽きた正解は二番の愛想です尽きるというのは何かがなくなるという意味です愛想というのは英語で書くと愛はラブそしてそうは思う思うはハートなので思う心がなくなってしまった相手を思う心がなくなるほどに 相手にたくさん遅刻など嫌なことされて相手を思う気持ちがなくなることが愛想が尽きたと言います4番「彼女の浮気をほにゃにゃ,にゃする証拠を見つけた」「彼女の浮気をなになにる証拠を見つけた」「正解は4番の「裏付ける」です。 証拠っていうのは、英語にするとエビデンス。ことで、証拠という漢字の証は、正しいことを言うと書いてに、証とみ、手編に処置の書と書いて、何かをすること、自分で手で何かをすることと、手で何かをするのは頼りになりますよね。 人が何かをすることよりも自分で何かをすることの方が頼りにできるという覚え方をすると正しいことを言ってそれを頼りにすることを証拠と言いますまた、浮気は英語でチーティングなんですが日本語ではこう浮気と書きます気持ちが浮ついていることを浮気と言います 裏という漢字は、里と服を表す衣編、衣でできています。なので、その裏という漢字の覚え方は、このようにお洋服があって、洋服の裏には説明書が書いてありますよね。それはどこに書いてある 裏に書いてあります。なので、服の裏に、そして、メイドインチャイナ、メイドインジャパンなど、どこで作ったかが書いてある。そう考えると、里も、ふるさとのことなので、里、裏に、裏という漢字には、服の裏に、ふるさとが書いてある。と、覚えれば、わかりやすいです。 次の問題。虫から〜何々逃げる。正解は、一番の素早くです。素早く,素早くと呼んで、早いと素早いの違いを知っていますかこの早いは、時間の経過が早いことを示します。そしてここは、 動作が速いことを示します例えば走るのが素早かったりこのように逃げるのを素早いと言います次は文脈規定の問題を解いていきます何も聞かざらない何々のあなたが大好きです正解は1番のありのまま です。ありのままっていうのは何も隠していることがなく全てを出している状態のことをありのままと言いますそして234のことは全てない言葉なので1番のありのままが正解ですピアノを何々するピアノを何々するこの問題で正しいものは 3番の演奏演奏奏ですここで迷いやすいのは同じ奏でる「奏」奏と読みます合奏の層や「演奏」の層が入った1番と3番で迷いやすいと思いますしかしこの「合奏の楽」の合わせるという意味は漢字の通り何人か複数の人と一緒に音を奏でることを「合奏」というので 一人でピアノを弾いたり三線を弾いたりする時は演奏と言いますこの奏でる合奏の奏の漢字について覚え方を説明していきますまず中国からの漢字なので中国で楽器を演奏していたことのことを考えますまず人が楽器を演奏しますねそして 一人じゃないのかな三人など大勢で楽器を演奏するんじゃないかなと考えますそして空部屋の中ではなく綺麗な空の下空という意味の点も入れたら合奏大きな青空の下でみんなで合奏しているイメージをつきながら書いたら合奏の層が出来上がりますこの成り立ちを信じるか信じないかは あなた次第そして演奏演技演習など「演」はどういう意味かと思いますが簡単に言うと「する」という簡単な「do」という意味なので「演」とついたら少し難しいと考えますがちょっと硬い表現の「する」という意味だと考えましょう救急車の中で患者に何々処置をする 一から四の中で正解は四番の応急処置応急処置です。何々に歯医者で歯の検診を受ける。正解は四番の定期的定期的が正解です。一番の一方的は 1> 1人 2, 人2人以上の人がいる時にど,っちかどちらか片方がわっていっぱいしゃべることだったり一方的に何かをすることこっちの人は何もこうこう言ってしまうこっちの人は何もしゃべれてなかったりする状況を一方的な状況と言います。2番、消極的 消極的というのは積極的の反対で何も自分からアクションを起こさないことを消極的と言います3番、相互的相互的っていうのは相,相対するたりお互いにという感じの通りにお互いに何かをする関係のことを相互的と言いますそして正解の4番 4番は定期的。定期的というのは時間軸で考えたときに何回もこの動作をこう繰り返しある一定期間に何回も同じような繰り返しをすることを定期的と言います。5番、一日中歩いて体が何々する。 正解は3番のぐったりぐったりですイメージとしてぐったりは体が一日中疲れてはーって感じのことを疲れたーって感じのことをぐったりと言います1番のもっちりは日本のお餅のようにもちもちしているもの もちもち、マシュマロだったり、ほっぺただったり、もちもちしているものを、もっちりと言います。2番の、ひっそりは、言葉で、潜むという言葉があるように、静かに、こっそり何かを行うときに、ひっそりと言います。4番、ばったり。ばったりは、予期せず、何も予定をしなかったときに、友達や知り合いなどに、ばったり会うという、 使い方をします例えば「渋谷でばったり友達に会った」などという使い方をします。 次に言い換える域の問題を解いていきます。1番、勤勉な彼は先生の話をよく聞くの勤勉なとはどういう意味でしょう正解は3の真面目なという意味です。1番の単純なというのは言い換えるとシンプルという意味になります。 単純なはシンプルなという意味。怠惰なというのはレイジーだったり、だらしないとか、ちゃんとしていないことをしていま、を意味しています。素直なは正直だったり、何も隠さず、素直にリアクションをしたり、感情を出すことを素直だと言います。2番、会議を円滑に進める。 の円滑はどういう意味でしょうこの中で円滑と類語は4番の順調順調です一の洗練されたというのは簡単に言うと何か磨かれたものや新しいもののことを洗練されたと言います2番の促進促進は 促すと進めるで、どちらも前に何かを進めている状況やす進めることを促進と言います。3番の終始は漢字の通り、始めと終わりがある熟語なので、始めから終わりまでという意味になります。3番、この漫画は人気が出なかったので、 連載を打ち切られたここで少し難しい連載という言葉が出てきました。連載は連なると掲載する、載せるの際才は紙や本などに何かを載せることを載せるの、載せるというこの漢字で表します。 なので、漫画が載っていることを連載している。そして、連なっているというのは連続で、毎週だったり、毎月だったり、その漫画が載っていることを連載と言います。そして、この中で正解は、3番の中止する。打ち切るというのは、切るというイメージできるように、中止してピタッと止まってしまうこと。 を打ち切ると言います、と4番「みすぼらしい格好の子供がマッチを売っている」の「みすぼらしい」はどういう意味でしょう正解は2番の「貧相な貧相な」が正解です1番の「豪華な」はきらびやかでお金がたくさんあってキラキラしている感じを「豪華」 ごうかと言います。2番の貧相なはお金がなく貧しくてご飯などが食べれない状況や服がボロボロな貧しい感じを貧相なと言います。神聖なは漢字にある通り神々しい感じを神聖なと言います。そして4番は弱気で気が弱いことを表す言葉です。次。 友達に勉強法についてのアドバイスをする。アドバイスをするのアドバイス。この中で正解は4番の助言です。次、用法の問題を解いていきます。見合わせるについての用法です。この中で正解は いきます。正解は3番のこの列車は人身事故発生のため運転を見合わせるの使い方が正しいです。1番の見合わせるの使い方は合ってません。本物と偽物と本物と偽物の美術作品を見合わせるではなく本物と偽物を 見比べてみるをというのでこれは見比べると言いますそして2番友達と東京駅で見合わせるは見合わせるではなく待ち合わせると言いますそして4番先月と今月の給料を 見合わせる一万と同じように比べているのだから見比べるや比べるを使いますそして3番の人身事故発生のため運転を見合わせるとあります見合わせるの意味は延期したりその行動を中止してストップさせることを見合わせると言います 日本では電車で人身事故が多発するためよくこの運転を見合わせるという言葉をよく聞くことがあります「軽率な」「軽率な」を使った正しい文章はどれでしょう正解は4番の「私は何も考えずにとっさに」 軽率な行動をしてしまったの4番です。軽率なというのは簡単に言うと軽い気持ちで何も考えずにというのを軽率だ、軽率なと言います。なので4番は何も考えずに行動してしまった。それを軽率なと正しい日本語で文を作れています。ここの1番の軽率に は、すぐに、と言い換えることができます。警察、警察には正しくありません。ダンサーは、警察なステップではなく、ダンスなどのステップを、軽快なステップと言います。また、体重が先月よりも軽率になった、は言わず、軽くなった、と、この文字だけで表します。 正しい用法はこの中でどれでしょう画面を止めて考えてください。正解は、2番の今回のテストは簡単な問題でしくじった。しくじるという言葉の意味は失敗するという意味です。なので、 テストを簡単な問題なのに失敗してしまったという意味で「しくじる」を使った2番が正解となります1番上達しないので野球選手になるという夢をしくじるではなく「諦める」と言います3番弱いチームだと相手のチームをしくじる相手のチームを弱く見ることをしくじる ではなく、見くびると言います。見くびると言います。4番、念願だった逆上がりをやっとしくじることができた。しくじるは失敗するという意味なので、しくじるの反対の成功するという意味が、あ、という言葉が正しいです。最後の問題です。 きちっと、きちっとの正しい用法は1から4の中でどれでしょう正解は1番の彼はスーツをきちっと着るイメージとしてはこうきちっとしていることをきちっと着るきれいにだらしなくてはなくちゃんときちっときちっと着ることをきちっと 規則正しくだったり時間もきちっとという感じでちゃんとしているというのをきちっとと言います2番同僚はいつも仕事をきちっとサボっているきちっとというのは正しい規則正しかったりちゃんとしている行動のことを言うのでサボっているのにきちっとはおかしいですあの会社の売り上げはきちっとしているので応募したくない ここで応募したくないと言っているのできちっとしている。ちゃんとしている会社は応募したくないと思いません。なのでここのきちっとも違う。そして4番今日の天気はきちっとしている。天気がきちっとしているという言葉は日本語では言わないのできちっとではなく例えば天気が太陽が出て 雲がなかった時は、カラッとしているという使い方をすることがあります。今日の天気はカラッとしているなど言います。これで今日の授業を終わります。ありがとうございました。